皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。やることが多すぎて何から始めたらいいかわからないというタイトルでお話します。やることがたくさんあって何から手をつけたらいいかわからないね。やらなきゃいけないってのは分かってるんだけれど、めんどくさい、またはやる気が出ない、こういう気持ちに負けちゃって何もできない、気持ちばっかり焦るんだけれどね、結局は頭が働かない、思考停止状態にあると、こういう人いませんか、ね、漠然とした状態で結局は何もできない。これを解決するにはまずやるべきこと、これを見えるような形にしてみましょう。頭の中だけでごちゃごちゃ考えるのをやめましょう。解決する方法はこの3つを順番にやることです。1番目、自分がやるべきことをとにかく書き出してください。この時順番なんて考えなくていいです。とにかくやるべきことを全部書き出しましょう。そして2番目に、その書き出したものをどの順番でやるか並び替えます。このことで自分がすべきこととそのやるべき順番、これを自分自身で確認することができます。3番目はとにかく始めることです。始めなければね、終わらないんですよ。やる気なんか出てこない、前も何回も言ってますけど、やる気なんか出てこないんです。だからとにかく始めること、これが大切です、ね、始めるときは一番エネルギーを使う、だから始められないんで、とにかく始めてください。一度始めてしまえばもう大丈夫です。で、あなたがやるべきこと、これはどん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 片付いていきます。そして終わったものには線を入れてリストから消していきましょう。これなぜかっていうと、リストから消すことでやるべきことの数がどん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 減っていく、もうここまで終わった、これは終わったって、こういうことが確認できて、さらにやる気が出てきます、ね、だからどん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 終わったものは消していきましょう。結論ですけれど、まずやるべきこと、これをリストアップして、そのやる順番を決めて、そしてその順番でとにかく動くこと、とにかく始めること、こういうことで、あ、やることが多すぎて何から始めたらいいかわからない、どうしようというあなたの悩みは解決するはずです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。